過ぎました。プロデューサータスクは大丈夫ですか？
たちは河川敷まで走ったそうです。そういう練習方法もあるんですね。へえ、そんなことしてるんだ。みんな気合い入ってるね。なんだか響きらしいの。まあ基礎レッスンも大事よね。ライブってかなり体力を使うし。そうだよね。1回のライブで1ヶ月分の体力を使う感じだよ。気力だけでは持ちません。私は元気はモリモリって感じですけど、体力はどうだろう。考えたことないかも。じゃあ僕たちも走ろうか。本当に？ふん、まずは体力から鍛えようってわけね。いいんじゃない？よし、それじゃあ僕たちの最初の目標は体力強化ってことで。めんどくさいの。ミキ的にはお昼寝して待ってたいって思うな。ミキさん、少しだけでいいですから一緒に頑張りましょう。少しだけだよ。休憩にしませんか？あんまり無理して走
走り続けるのも良くないと思いますので。おお、ブワクちゃん、それだよそれ。ミキも賛成なの。喫茶店ならいちごババロはあるかな。それはどうでしょうか。でもパフェならあったと思います。いいわね、みんなで行きましょう。わかった、よし喫茶店に急ぐぞ。このパフェもう最高なの。やっぱり走った後はご褒美の甘いものなの。うん、働いた後には糖分が欲しくなるからね。休憩も大事だけど、もっと私たちに合ったレッスン方法を考えた方がいいわね。レッスン方法ですか。そうですね、何かいい案を思いついた方いますか。効率のいい方法か、すぐには思いつかないな。やっぱりいっぱい歌やダンスのレッスンをするとかでしょうか。それって普通のレッスンになるんじゃないの。え言われてみればそうですね。読書などはいかがでしょう。何か効率のいい方法が書いてあるかもしれませんね。ボイストレーニングの本とかでしょうか。なるほど、基礎の上達にはいいかもしれないね。でもミキたちはグループで動きを合わせるレッスンが中心だよね。そうなるとまた別の方法が必要になりますね。楽な方法探しも楽じゃないんだよね。はい、地道な努力が一番。わかったわ。それじゃあレッスン前にミキはやる気をいっぱいにするの。私も少しだけ甘いものを。僕は何を食べようかな。このパフェもいいし、こっちのパンケーキも。あ、プロデューサー、アンズは休憩時間の延長をお願いね。みんな、この後のレッスンなの忘れないでね。食べ過ぎて苦しくなっても知らないわよ。今日の活動結果いかがでしたか。プロデューサータスクの進捗を確認しましょう。進捗確認は以上です。プロデューサーさん、今日もお疲れ様でした。お疲れじゃありませんか、プロデューサーさん。ナナは帰ったらゆっくりお風呂に入ります。